初めて聞かれる方のために少しお話しいたしますと、1991年の夏のある日、私は不思議な夢を見ます。海辺のようなところに立っていて、誰もいない渚です。で、完全になんか南国だなと思わせるような風景の、明るい、海辺のところに立っていると、向こうから一人の青年が私に近づいてきました。で、私の前でピタッと止まると、それは見上げるような男の方で、胸板が厚くて、そして、色黒な人でね、こう笑うと白い歯がぞっくりと出るような、そんな男の人でした。そして笑いながら、僕はね、飛行士だったんだと、ここで死んだんだよ、で、戦争のために死んだことに悔いはないけれど、たった一つ残念なことは、僕はね、朝鮮人だったのに日本の名前で死んだことが残念だなんだって明るく明るく言うんですね。で、その夢から覚めた時に、一体なんていう夢なんだろうと、非常に不思議な、感覚にとらわれて、そして自分ではそれを解釈することが実はできなかったんですね。で、翌日友人に会った時、それをそのまま話しましたら、それ特攻兵じゃないのって、私じゃなくてその友人の方が言ったんですね。で、そうだろうかと、その当時やはり日本国でしたから、日本人として、出兵された方、そして軍属として、戦地に赴かれた方がいてもおかしくはないというふうにはもちろん思えました。しかし、まさか特攻兵というような人がいたんだろうかというふうに思ったんですね。そこから、いろいろと調査していくと、知覧というのはご存知のように、鹿児島県の最大の特攻基地ですが、そこから飛び立った朝鮮人特攻兵は分かっている中で11人という人たちがいる。そしてその中に、私がこの人だったと思われるのが、日本名三山文宏さん、タッキョンヒョンさんという方が私の夢に現れたのではないかなというふうに思います。大変有名な特攻の母と言われた鳥羽まとめさんっていらっしゃいますが、その方のがやはり大変この、朝鮮人特攻兵三山文宏さんと親しくしていた娘さんの赤羽玲子さんという方とお会いして、そして初めて会った時に、私は夢の中の青年の印象を語ります。三山さんだわっておっしゃいました。で、その時から私は、あ、これは本当に三山さんだったんだと思いました。そしてこのメビウスの輪のようにですね、この夢をたどって裏取りをしていけば、何かの真実に突き当たることができるのではないかといって思って、そしてこの人の裏取りをずっと学籍簿を取り寄せたりしながら、彼の足跡、そして彼がどういう人物だったかというのを探っていくんですね。彼は第51新部隊というところの所属でした。そしてまた親族の方々ともお会いしますけれども、そこで彼がどんなに自分の名前を大切にしていたかという話、そういうものもだんだんと分かってきて、私は あれは三山さんことタッキョンヒョンさんだったというふうに確信するようになりました。分かっているだけで、2万2000という方たちが、日本国のために亡くなったんだというふうに思った。そして、彼らはその兵士が三山さんとおぼしき青年が私に言ったように、きっとその、さまざまな事情を抱えながら、南方であるとか沖縄であるとか、あるいは捕虜収容所であるとか、そういうところで命を散らしながら、自分は本当はパクだったんだ、リーだったんだ、キムだったんだと、そういうふうな無念な思いで、異国である異民族日本のために、そして日本人として散っていかざるを得なかった、この無念を死んでなお私の夢に出てきて、そして私に告げたんだと思ったら、これはなんとかこの、反復りと言いますか、この思いを、晴らしてあげなければならないというふうに思いました。故国の地に彼の名前を刻みたいというふうに思っていくわけです。そして、小さな石碑のようなものでもいいから、彼のが確かにこの
あったということを残してあげたいなというふうに思って、そして石碑を建立するということをご親族に言った時に大変心よく引き受けて了承してくださいまして、その彼の故郷っていうのは、朝鮮半島の南海岸のど真ん中あたりにあるサチョンというね、大変当時は田舎で、ソウルからはバスを乗り継いで5時間ぐらいかかるようなそんなところだったんですけれども、その故郷に彼の名前を残したいという思いで、石碑建立を考えるわけです。そしてそのサーチョン市全体の、人数でいうと大体2500人ぐらいでしたでしょうか、そういう方たちが、犠牲になっているということも分かったものですから、表側の石碑には光山さん、文弘さんの、タキョンヨンさんの冥福を祈る、そして裏にはサーチョン市全体の方の冥福を祈るという文章を刻み、そしてこれは大変に良いことではないかというふうに思ったサーチョン市がですね、緑地を、市の緑地を提供してくださるというふうに言ってくださって、そして、公園を提供してくださるんですね。実際に日本兵として、学徒動員で、日本兵として、戦ったという生き残りの方たちや、それからまたこれは韓国軍 の、 パイロットだった将軍と大佐という人たちが訪ねてきて、これは捨ておくことができないと、なんとか日韓で盛り立てながらこのことをね、日韓の平和のなんていうかモニュメントにしていこうと。そして日本の在韓日本大使館は祝辞と花輪を用意し、そして在日韓国大使館の方ではこれを大イ・ミョンパク大統領閣下に当てて、直訴しろというふうに知恵をつけてくださいまして、このいきさつを手紙に書いて送るというようなことになって、そしてまたマスコミの人たちにも、随時こういうようなことをやっていくということを、月報みたいに、メールで報告していましたので、日本本土からも記者たちがやってくる。ところが、当日のほんの数日前に、これに反対する幸福会という会があります。極右団体と言っていいでしょう。そしてまたこの市長に反対する勢力である、進歩連帯という極左の、この政治団体がですね、両方で手をつないで、これはけしからんと、こんな天皇陛下万歳と言って死んだような、売国奴のような人間を祀ることは許されないのだと言って、石碑建立もう立ってるんですね、その石碑は。しかしながらこれを撤去すること、そして除幕式を中止することを要求してきます。実はある旅行者がこの慰霊ツアーというのを組んで30名の方たちが集まりました。いろいろなバリエーションの方たちがただひたすらに宗教も国境も超えて、そして民族も超えて、日本という国が平和を感受しているのはこういう青年たちの犠牲があったからこそだと、これを忘れることはできないというような善意で集まった人たちが30名来ていたわけですけれども、その市が全て当日の催しをテントを張ってマイクを立てて、やれ献花の花を用意してお水も出してみたいな、そういうことを全部約束してくれたことを前日に全部取りやめというふうになったもんですから、それじゃあどうやってやろうかと、もう30名来ちゃってる、じゃあ地声で挨拶してきた文章を読もうとかね、そういうようなことをギリギリまで、模索するんですけれども、広場に建立された石碑の方に出向いてみると、ブルーシートを巻かれて機動隊が私たちに向かって盾をかざしている、その後ろでは鉢巻きを巻いた、もう帰れ帰れというおじいさんたちの団体と、その後ろにちょろちょろちょろっとこう政治家のような人たちがいるというような、そういう光景で唖然とする。マスコミの人たちもたくさん集まっていましたから、非常にたくさんのカメラの放列の中にさらされて、ものすごいごった返した中で、私たちはその石碑に近づくこともできず、
100メートルぐらい遠くからそっと手を合わせて帰るしかありませんでした。その石碑はですね、本当はその公園に埋めてしまえというようなことだったらしいんですけど、それではあんまりかわいそうだと思った施工業者がですね、そのサーチョン氏のお寺の境内にバラバラにした石材の形で、半埋めにして置いておくと、そういうことになりました。なんとかしてこの石碑を再建したいというふうに考えていたところ、縁がありまして、京畿道の四院という、まあ、ソウルから見るとベッドタウンのようなところがあります。そこに大きな法輪寺という尼寺がありまして、そこで、この石碑を、引き受けてやろうというふうにおっしゃってくださったんですね、ご住職が。やはりいろいろな迷いもあった。あえて家中の栗を拾うようなことになるのは目に見えているじゃありませんか。けれどもやはりこれは誰かが慰霊してやらなければ、日本からも韓国からも捨てられた棄民であると、これは仏教者としてこの人たちを捨ておけないというふうに思って、そして、うちで お祭りしてあげますというふうに約束してくださいました。黒田菩薩に菩薩様ね、この帰郷祈願の日を、私たち法輪寺が立てて差し上げます、十字の避難スニムというふうに書いて、そして一枚紙をくれました。本当に嬉しかったですね。そして、そうやって行くところが決まりましたので、やはりもう一度行かなければならないと言って、サチョン氏にの市長に会いに来ました。これを移動したいと、でついてはこれを分解するときに破損している部分がある、これを弁償するか、あるいは、同じものを作ってくれるかしてくれ、それから移動する代金を払ってくるというふうに言いました。さすがに自分たちのやったことは悪いことだと思ったんでしょうね。そのお金を持ってくれました。そして無事に、この、法輪寺の方に近くの石材店に移動することができ、そこに収まることができました。撤去されてしまった即刻撤去ですね。こんなに立派な石碑だったんですよ。そしてそれがこの法輪寺というね、こんな立派なお寺です。これが私たちがこっそりとこの石碑のチョンドジェといいますが、法要をしているところです。これが9年の10月26日、サーチョンに建てた翌年に、1年半後ぐらいに再建しております。この9月9日っていうのは韓国のお寺ではこれは旧暦です。ですから旧暦の9月の9日、毎年違います。この年は10月の26日でした。こういう意味もあるんですね。隠し旅先で亡くなった方、それからまた、生まれることのできなかったかわいそうな子どもの御霊を祀ったりするところ日なんですね。ですからご住人がおっしゃるには、この遠いね南国の地とかいろんなところでですね、隠しされた日本兵として亡くなった人たちをお守りするにはこの9月9日を置いて他にないというふうなご意見で、それからずっとこの09年から毎年9月の9日に法要を行っています。ところがですね、この石碑を3年間こっそりと祀っていたんですけれども、この石碑が建ったということが歴史スペシャルという韓国の1時間番組で取り上げられるんですね。タッキョンヒョンという特攻兵は、売国だったのか、それとも時代の犠牲者だったのかというような主題で、日韓両国の学者や知識人、それから、関係者遺族からインタビューを取って、非常に公平的に、作られた番組でした。これがまた幸福会の目に留まったんですね。これを撤去しろというふうにこのお寺四院士、それから KBS、 それを報道した KBS 放送、こういうところに公文書を送って、撤去を要求してきました。結局私たちは一回難を避けようというふうに決断しました。そして、これは積み木のように3つのパート、祈願と、そして、
この本体と、それからあの八田ガラスと積み木のように重なっているんですが、本体をあの半分埋めたということです。この中に実はあの私があの南の沖縄の海岸で拾ってきた全くお骨によく似たあの貝殻やあのサンゴなども収めてあったんですが、これが一番大事なお骨だからって言って、それをまずあの避難させ、そして極楽殿に祭り、そしてこの半分埋めた。その翌年から私たちは法要の時というと、まずこのドロドロのラワン剤を取り、こうやって清めて横たわったままの形で、法要を続けました。一昨年の法要の時にご住職がちょっといらっしゃい、とってもいいことがあるのよ、このお寺がね、伝統寺説、うん、チョントンサチャルって言いますけれどもね、向こうでは、で韓国の文化財になったの。だからね、もうこのあの石碑もどこにも引っ越さなくてもいいし、お位牌ももうどこにも引っ越さなくてもいい、法輪寺がある限りお国がこの御霊を守ってくれることになったんだというふうに聞いた時、本当に本当にほっとしました。よかったなと。でももうこれは私は2回建てたんですから、もうあとはボールは韓国人に投げたというふうに思います。まあ、この一連のことをあの Facebook などに書きますと、韓国からもコメントが参ります。黒田さんのなさっていることを理解しない人はいないと思いますよ。確かに本当にね、あの、まあ、私がお会いした軍人の方たち以外でも、一般の、庶民の方たちでもみんなありがとうございます、これは韓国人がしなければならないことを日本のあなたがしてくださって本当にありがたい、韓国人の一人として感謝しますというふうに皆さんおっしゃいました。いろいろな問題もこれから起きていくかもしれませんけれども、私は日本人だ、日本人のやり方でこれは示していこう、まず残すことは 本に書いて歴史に間違いなく残すこと、そしてあとは自分が死ぬまで、黒田はね、旧暦の9月9日はあそこにいるよということをずっと死ぬまでやることだと、そうやってやっていた時に私がどうやって生きてどうやって死ぬのか、それを見て韓国の人たちをどう考えるのかということを問いたいというふうに思いました。あのこれからも毎年私も工夫して韓国のいろんなプログラム、それからそのこの法輪寺がですね、あのこの日韓友好の場になってくれること、そしてこのこんな危ないことをしてくださった法輪寺がこれから発展してくださる、毎年行くたびに発展してるんですよ。あの石碑がを不思議なことにね、石碑をお祭りしてからなんだかうちは発展してるんだよとご住職が言ってましたけれども、そうやって信徒さんが増えてどん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 これからも発展していくと思うんですけど、私の願いはもうこの、 あの法輪寺が発展してくれることだけです。そしてここがあんな時代によくぞそんなことをしたね、ご住職偉かったねって言われること、その日を夢見てこれからの人生を送りたいと思っています。ありがとうございました。